題としましては、ペロシ下院議長ね、アメリカの下院議長が、まあ、どういう意図を持ってきたのか、ホワイトハウスと実際どんな風に握ってきたのかよく分かりません。まあ、ホワイトハウスとしてはね、一応中国強硬路線だけれども、そんなペロシさんが急に行ってね、ことを荒立てるっていうのにあまりよく見てないという見方もありますし、逆の見方をすると、三権の分立ですからね、要するにホワイトハウスっていうのはこれ行政府ですよね。で、ペロシさんがいるところは立法府ですから、で、この司法府があって、これ三権の分立ですよね。それぞれが独立して動いてるわけですよね。で、まあ、中国というのは、近平一人ですから、権力の分立とか存在しないんですよね。ですから中国っていうのは立法府がいろいろやってんだけど、止められないんだよね、みたいなの言えない。いやいや、それ近平あんただろうって話ですから、そういう使い分けができないんですけども、アメリカっていうのは、いや、すいません。私たちに行政府なんで、立法府がやることに口出しできないんですよ、っていうことにして言っちゃうと、困りましたね、とか言いながら、そういう使い分けができるっていうのもまたね、中国にはない、アメリカのね、面白い立ち回りなんですね。本当にペロシが行って、ホワイトハウスが困惑してるのか。いいんじゃない、とりあえず行けば、と。うちら止められませんって言っとくから、みたいな、そういう感じでね、行政府と立法府を、二つをね、使い分けをして、中国を揺さぶっているのか、どっちかよくわかりません。一応物語上はね、ペロシがなりふり構わず行った、ホワイトハウス困惑っていう風になってますけども、それが本当かどうかはわかりません。そうじゃないんじゃないかなという見立てもあり得る。はい。